なんか変だよプロ野球、東高立がひどすぎる。ノーヒットノーランや完全試合が連発です。まずはローテの佐々木くん、完全試合をやりました。お次の試合も8回を無安打無四球やりました。お疲れ様でした。お次は中日大野さん、9回完全やりました。だけど味方も打てなくて、結局参考記録です。本当ですね。